レテゼンワールド世界一ヘラヘラの話して、あ、思い出した。ヘラヘラ今炎上しとっちゃう。なにわですね。絶対そのこと喋ろうと思っとって、絶対に切り抜きとか回りやすいやろうけん。で調べたんよ。まだでもあんまり状況把握できたんよ。要はあれやろ、ヘラヘラが昨日の昨日かわかんないですけど、昨日上がったマットーさん、マットーってあの桑田の息子さんが上げたインスタので、なんか投稿にめちゃくちゃコメントが殺到して、その内容がなんかヘラヘラさんがアリーナの最前から2番目の席にいたと、うん、でこれはおかしい、うん、関係者席、実力で取れるわけないよ。だってめちゃめちゃ競争率高いのに。そうです、そうです。みんな普通のチケットをなんか5000円やったら5000円で買うところを10万、20万にして買うのに、うん、そんなところにヘラヘラが折れるわけがない、うん、のにいたから、その大元と仲良かったらしいんですよ、アリシャンが、うん。だからこれの骨を使って、うん、その席取ってるだろう、うん、っていう批判コメがめちゃくちゃ殺到したっていう。あ、でもこれ近いで入ったってだけ、それだけ。骨チケで入った上でアリーナの前から2番目の席を陣取ってたんです。関係者なら関係者で、関係者席から見ろよって話、ね、そうです、そうです。なのになんでお前が、そうです、そのファンたちが求めてる、関係者であることはまだ分かるよと、けど関係者席じゃなくてアリーナのど真ん中の上で前から2番目は赤いやろ。なるほど、そういう感じだったんや。ただでも推測でほんまに買ってるかもしれへんし、うんうんうん、そのチケットを愛称さんとか、ああ、その辺はまだ何もコメントされてない。そんなにコメント殺到したと言いますか。何件ぐらい来たと。確かにそんなに。でもなんか言い方めっちゃ悪いけど、大した炎上じゃないめっちゃしょうもなくない。なんかその要はこの世の中だってさ、その詐欺だ殴ったとかさ、そのもうアホトさんなんてね、それはもうその女の子顔面踏んづけてますから。確かに。とか奥さんいるのにとかやってますから。確かに。ね、俺らだっていろんな炎上してきたけどさ、もう消えてるんかもしれない、記事は。もうマットーさん消してる。そ、あ、そうなんや。うん、消してる。だけ全然そんなチケット入ってファンが怒った、ジャニーズファンが怒ったわ、そんなに大した。でもヘラヘラが炎上するってことは珍しいよね。まあ、そうだけん多分、あとやっぱまあ嫉妬っていうか、なんかまあ、まあそうやね、犯罪でもなんでもないけど、確かに怒るわな、うん、よくねえな、ほんとに。俺はよくコネチケで入るけど。え、だって俺はコネチケだし、普通に関係者だけど、で、ずるいって言われたら、じゃあお前もコネチケ使えるぐらい仲良くなればいいやん、ね、終わりやない。実力やん。そんなん、自分の結婚式した時にさ、アリさんが関係シリーズなんで、もう喋るな喋るな、弱いはっきり喋って。これツイート読むね。これなんかマットがなにわ男子のコンサートに招待されたと明かして、コネチケ入場で炎上。あ、まずコネチケ入場のだけで炎上するやつ。まあまあジャニーズやからないっすよね。ジャニーズやから。それはいいやん。でアップした写真にはヘラヘラ三重師のアリさんとマリナの姿も。関係者 VIP 席蹴って、あ、蹴ったんややっぱ。関係者 VIP 席を蹴ってアリーナ席にしてもらったと発言して、火に油を注ぐ。メンバーに対してひどすぎる下ネタを言ってた人が招待されてると、ジャニオタの中で話題に。なるほどね。まあそれは怒るわな、うん、それは怒る、ね、そんな好きなんすね。確かにラララ、そういうの興味なさそうやっけ。そう、男好きなイメージだけどね。男好きじゃない、別に。いや、公言してほしい。確かに。いや、ジャニーズとかが好きなんやって思いました、ね。ああ、確かに。なんか、ね。かちょっと、ヤンキーっぽい方が好きそう、ね、かなと思ったんで、僕、う、は、ん。なんか、ヘラヘラとジャニーズ好きなのは意外やね。K-POP とかの方が好きそう。確かに、確かに。こっちの方ですよね。いや、K-POP もジャニーズっぽいか。はい。コネチケください。ミゲル様、いいよ。俺は結構何でもコネチケ渡してしまうし、自分たちのライブとか、例えば炎上万博とかも年末開くと思うけど、めちゃくちゃコネチケばらまくと思っちゃうんだよ。やし、俺もコネチケ家でめちゃめちゃ入る。うん、ごめん、許して。それでそのファンに怒られたらもう仕方がないなって思う。ごめんねって思いながら、でも。コネチケ入って炎上すんのが珍しくないですか？うん。ね。なかなかないっすよね。だからほんまにジャニーズも。激戦区に行ったからってことですね。うん、やし、コネチケってそんだけコネゲットできた人が偉いけどね。確か
確かに。で、俺はもう考え方は世の中の周りそうやん。だって、うん、めっちゃお金払ってビップの最前列におるならさ、それはお金持ってるやつが偉いとしてやん。お金払えんしょ。小学生とかでそんな払えないよとか、死ぬ時払えよ。仕方がない。で、お金持っといたら持っとうで、そう、自分で稼いだお金を自分で使っとったら詐欺で人から騙し取ったお金じゃないっちゃうけん。何にいくら使うかね。骨がある人は骨があるっちゃうけん。いや、もう骨作ってしまったっちゃうけん。金と一緒や。お金ある人がお金払うのと、骨ある人が骨使うのと一緒や。うん。チャンネル登録してくださいよ。お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。